どうも、伊丹179の駆け足です。今回なんですけどもね、まあ、今ね4月なんですけど、まあ、この時期といえばね、入学式が始まって、まあ、友達作りどうしようかなみたいな悩んでる人いっぱいいると思うんですよね。まあ、中には友達作りがうまくいかずに、うわ俺ぼっちや、私ぼっちやって人がね、まあ、そんなことで悩んでる人がいると思うんですけど、まあ、今回僕が伝えたいのは、このね元陰キャラ元ぼっちの私がね、皆さんにねぼっちの素晴らしさをね伝えたいなと思っております。まあ、というのもですね、私はねもうほんまに高校3年間ぼっちで、マジで友達とかもおらんし、彼女もねいなかったですね。はい、まあまあそれでね、その家から全然出ることがなくてですね、私ねその部活入ってたんですけど、だからその制服とその部活の練習着以外はね全く着たことがないんですよ。要するに私服を持ってなくて、もう絶対遊びに行かなかったんで、マジでその高校か部活しか行ってなかったんですよ。もう遊ぶ友達もいないしね、高校入学して友達全然できへんわって悩んでる人いると思うんですけど、全然ねぼっちでも大丈夫です。はい、まあ、なんでぼっちでも大丈夫かってことを説明すると、まずそもそもねその高校っていうのは勉強するところなんですよ。まあ、いちいちね友達とか作る必要ないと思ってて、まあ、私はねぼっちにはマジで感謝しとって、その理由としては、まあ、私はその中学校の時はねめちゃくちゃ友達がいたんですよ。ほんまに友達100人ぐらいおったと思う、マジで。でその中学校では俺のことね知らない人いなかったと思うんですよね。それぐらい友達がいて、まあ、逆に俺はこいつのこと知らんけど、こいつは俺のこと知ってるみたいな人がいっぱいいたと思うんですよ。それぐらいね中学校時代はマジで友達もめちゃくちゃいて、顔見知りだらけだったんですけど、そんな私がねぼっちの素晴らしさに気づかされたのが高校なんですよね。まずぼっちになって何が良かったかって説明すると、まず成績が上がる、自分のやりたいことに集中できる、いやもうこの2つですよね、マジでこの2つ。はい、まあやっぱりその高校生って言ったらさ、みんななんかその遊びに行ったりとかねやっぱりすると思うんですよね、友達とね。でぼっちはそんなことできないんですよ。そのぼっちやから遊ぶ友達もいないし彼女もいないし、でね私はねもうずっともうそういうやつらにはねどうしても負けたくないと思っててね、まあ部活でもねその彼女とかおるやつには絶対負けたくないと思って練習めちゃくちゃ頑張って、僕陸上部入ってたんですけど、そのねあこいつ彼女おらこんなやつには絶対負けんとこうと思ってね、それで記録も伸ばしてきましたし、成績もねかなりアップしたんですよね。だからねそのぼっちのおかげで文武両道ができたというかね、まあ、そんな風にね思ってます。でまあそういうね高校3年間遊んでばっかのやつって大体高校卒業してから失敗するんで、後で逆転するのはね大体陰キャかぼっちなんですよね。大体その高校生でウェイとかやってるやつってね沈んでいくから、うん、そこがピークなんで、陰キャラの皆さんはね後から逆転していくんで、はい、マジで今がね人生のピークなんやこいつらって、俺らが後で逆転すんねんって思ってね過ごしていけばいいと思います。それで、ね、自分は自己成長できると思うんで、自分の特技とか見つけて勉強とか頑張ってね後で上回ったらいいんですよ。だからねもうぼっちになったらもう皆さん喜びましょう。はい、うん、中にはねその、まあ、努力するのもめんどくさい、部活勉強だるいしみたいな思ってる人もいると思うんですよ。私はねその、まあ、頑固やから負けず嫌いっていうのもあって、絶対にね普段遊び散らかしてるやつには負けたくないと思ってずっと過ごしてきたんで、勉強も部活も頑張れましたけど、まあ、中にはもうほんまに勉強もだるいわ友達もできんわって思ってる人いると思うんですけど、まあ大丈夫、高校はね卒業できるんで絶対、うん、まあ不登校とか、まあ、そういうのちょっと論外なんですけどね、そら学校は絶対行かないとあかんからね、そういうのはちょっと自分ね努力不足やと思うんですけど、まあ、最低限やることやればね高校は卒業できるんで、うん、だから絶対大丈夫です。苦しいのはね3年間だけなんで。でまああとそのねやっぱりそのもしも自分がねぼっちとか陰キャになってしまって、まあ中にはその陽キャラさんが怖いとかね思ってる人もいると思うんですよ。まあ、例えばその、まあ、気を使ってしまうとかね、まあどういうこと、まあ何を言いたいかっていうと、そのグループ作ってくださいとか、まあその体育の授業とかでもさ、まあ何人組でなんか何やろその馬跳びしてくださいみたいなあるじゃないですか。まあそれでそのやっぱぼっちやったらね誰もいなくなるんですよ、俺のペアどこみたいななると思うんですけど、それでその、まあ、陽キャのグループに入れられたりとかね、まあそれかまあ陰キャ同士とかぼっち同士で組まされるみたいなね、まあ地獄のようなねことが起きるかもしれないんですけど、まあ、そうなってまあやっぱバカにしてくるやつとかねいると思うんですよ。その、まあ、でもそういうやつって大体陽キャって呼ばれる人なんですよね。でもまあ大丈夫なんで、そのねコミュニティ内でしか生きれないんですよ。まあ要するにその、まあ、集団でしか物言えないやつばっかなんで、まあ、皆さんねそうやってなんか集団でしか
騒げへんやつらがわいわいわいってやってる時に、一人でね生きていける力をねつけていければいいなと思ってます。それがやっぱねその勉強とかね、資格とかね、まあその陽キャとかが彼女とか友達とかで遊んでる間に自分はしっかり自己成長するっていうのをね私はお勧めします。そうしたらまあ後から逆転できるんで絶対、うん、大丈夫です。やっぱ自分をね強く持つってことが大事だと思います。もうほんまに俺もあれなんですよ。だから友達全然いなかったんですけど、もう自分のことベジータやと思って毎日ね学校行ってたんで、もう当時その、まあ、ドラゴンボールスーパーが流行ってたんで、僕ねほんまにスーパーサイヤ人ブルーやと思って常に学校一人で行ってたんで、まあその陽キャとかなんかウェイウェイってしとって浮いてても、お前らより強いし俺みたいな、別にスポーツも勉強もできるしみたいな、もう集団でしか生きれないクソ雑魚やと思ってたんで、まあ皆さんも自分をねしっかり強く持つ、まあ、何かね自信をつければいいと思います。勉強とかね、まあ、筋トレとかやってもいいと思いますよ。皆さん筋肉とか案外すぐつくんで、一人でもね何か一人で何かね努力できることをね見つけましょう。しっかりね自信を持つことが大事だと思います。やっぱりその伝えたいことは、ほんまに陰キャとかぼっちになってしまっても大丈夫ってことです。何か自分に自信を持てることをね見つけましょう。趣味とかねちょっとした特技でもあったらね、そ、まあ、やっぱそれにね力を注いでいったらいいと思います。まあ、ゲームとかねスポーツとかでも何でもいいです。何かねもう陽気たちが遊んでる間に自分をしっかり成長するってことが大事だと思ってるんで、まあ、今回ねこんな感じで終わります。またね次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。